こんにちは。インターン生の東野です。本記事では女性でも楽しんで読むことができる少年漫画を10回にわたり計10作品を紹介していきます。前回は週刊少年ジャンプにて連載されていたホラー漫画非弁学派四ツ谷先輩の怪談について紹介しました。第9回目の今回は同じく週刊少年ジャンプにて連載されていたファンタジー漫画のオマガドキ動物園について紹介させていただきます。前回から3回は週刊少年ジャンプにて長期連載されたもしくは現在されている人気漫画を生み出した先生方の前作を紹介させていただいております。オマガドキ動物園は同誌にて現在も好評連載中のバトルアクション漫画僕のヒーローアカデミアを生み出した堀越康平先生の前作になっております。女子高生の青い花は、無地な自分を変えたいという気持ちから、動物が大好きであるということもあり、オマガドキ動物園の飼育員のアルバイトに応募し、ウサギの頭をした動物園の園長を名乗る、椎名から採用を言い渡されました。そして、無事に働くことになった青い花ですが、オマガドキ動物園にはある秘密がありました。オマガドキ動物園の閉園時間である午後4時44分を過ぎた頃、オマガドキ動物園の看板は、魔が魔法の魔に変わり、オマガドキ動物園という看板に名前が変わります。同時に動物たちの姿は人のようになっていきます。動物園のお客さんたちの前では、時にはかっこよく、時には可愛らしい動物として振る舞う、オマガドキ動物園の動物たちは、園長であるシーナの能力により、夜になると別の姿で過ごしていたのです。ウサギ頭の園長シーナは、シーナから、元は人間だが、呪いをかけられて動物の姿になり、天下一の動物園を作ればその呪いが解けることを聞かされた青い花は、自分を必要としてくれている動物たちのため、そして自分を変えるためにもシーナと動物たちと共に様々な問題の解決に乗り出します。牛道時水族館のように海の生き物たちも登場し、バトルシーンもあるのですが、バトルシーンでは動物たちのそれぞれの特性などを生かした戦い方をしており、僕のヒーローアカデミアでの個性を用いたバトルシーンと近い要素が含まれています。完璧には人の姿にならない動物もいるのですが、それぞれの特徴を捉えて変化した姿がとても面白く魅力的です。動物ものということで女性でもとても読みやすい漫画となっております。オマガドキ動物園を読んでいれば、あれ？このキャラクター、あのオマガドキ動物園のあのキャラクターではという風に、僕のヒーローアカデミアがより楽しめる作品、より楽しめるかもしれません。堀越先生の原点であり、僕のヒーローアカデミアの原点でもある作品です。動物が好きな方は絶対にハマる作品だと思いますので、気になる方はぜひ読んでみてください。最後に、この動画を気に入ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。